どうもお疲れ様です。即可塾の久保でございます。あの、いつもね、体の枝の情報を送っていただきまして、ありがとうございます。で、今年はですね、あの、例の XRP の裁判、これが決心すると思いますので、私としてはね、XRP が値上げをするんじゃないかなと。安く見積もっても、90円とか100円の方に行くんではないかなっていうふうに、感覚値でね、考えてますね。実際どのぐらい行くのかわかりませんけども、前回私が理学したのが191円だったんですよね、これ。 平均単価68円で買ったもの、最低単価42円で買ったものが191円で利格。そして、木を同じくして同じようなところで買った人が、やっぱり190円前後で利格してるんで、そこからガグーンとね、100円を切るところまで落ちて、で、現在の40円、50円、60円あたりにこう、うろうろすすいということで固まってしまったんですよね。ということなんで、やっぱりね、40円台が私は仕込みであげたいと思うんで、今回仕込んでおいてね、あの, SE の、SEC、う、の、ん、裁判、 これが決まりまりしたら、んん、ね、値上げをすするんじゃなないかなと思うんですよね。やっぱり裁判係争中っていうのが、うん、XRP を購入する時の足かせになってると思いますのでそれが解放された時の、うん、いわゆるうさぎ年じゃないですけどねボーンと跳ねるところをちょっと見てみたいなと思ってますね例えばどのぐらい買うかっていうと1,000万で買ったらどうでしょうかね安く見積もってもこれ2,000万に跳ね上がって 税控除考えても500万残るんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、ここで勝負する以上は、うん、軽い年収ぐらいはちょっとね、抑えておきたいなと思うわけなんですよね。まあ今、こうやって検討段階でございますけど。はい。要するにですね、まあこういった投資ってのは、うん、商売が苦手な人が入ってくることが多いです。例えば商売の三原則っていうのは、集客をすること、商品を作ること。 もつは商品を持つことですよね。そして販売をすること。必ずセールスをしなくてはいけません。でも、人っていうのは誰かにお金をくださいっていうのが苦手なんですよ。ですんで、セールスで挫折する方がいます。そして、集客ね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃいっていうふうにして、集客をすることもみんな苦手なんですよ。集客は何かっていうと、会いたい人に慣れているかっていうことなんですよね。自分がね、誰かにとって会いたいと思っていただけてるか。それとか、商品自体が、あの、見させてくださいとかね、体験させてくださいみたいな人気があるかどうかなんですよね。 ですんで、商品力も大事なんですけども、やっぱり一番多くの人が商売で挫折するのが集客でしょうね。うん、こちらからね、商品を売るつもりで近づいていくっていうのは、やっぱりね、多くの人が抵抗があります。だから、ネットワークビジネスとかでもトラブルが多いわけなんですよ。ネットワークビジネスってね、自分の感じた素晴らしい会社、素晴らしい商品、これを人に紹介するんで、喜んで人に伝えたいはずなんですけども、でも、それがなんで苦手なんでしょうかね。というのがね、 よく起きるトラブルで、久しぶりに会わないと言って目的を告げられずに会いに行ったら実はねって商品が出てくる例が多いからこの冬打ちみたいなのをやらなければならないのはどういうことなんでしょうかってことなんですよ。そもそももネネットワークビジネスの商品を紹介する時に、 連絡をつけた段階で、ネットワークビジネスの何とかっていう商品があるんだけども、今度これ説明を私の方からしたいんで聞いてくださいませんかっていうふうにお話しすれば、何の誤解もなくその時点で嫌な人は断ってくれるし、興味があって購入する可能性のある人は会いましょうかってなるし、そこでもうね、最初のフィルタリングができてるわけなんですよ。まあ、つまりね、時間の無駄が省けるんで商売的にはそっちの方がいいはずなんですけども、なぜかロスすることをいとわずに、感じ悪くなることをね、 あ覚悟しながら不意打ちを食らわせるようなねそういうふうな性別が多いんですよね、まあ、ですのでもともと明確に目的をはっきりすることと自分は商売をしている人間ですっていうふうに常日頃から意識してもらうことが必要なんじゃないかなと思うんですよで私も速果塾っていう塾を運営してもう10年になりますけども私は商品を売ってる立場ですからまずそういう前提で多くの人から見ていただいてるその上でチャンネル登録が増えたりとか再生数がこう維持できてるっていことは商品を買う準備がありますよってことの一表示だと私は捉えてるんですよねで 今回の動画はセールスが含まれてますよっていう風にあえてサムネイルに書くことによってそこをクリックする人には購入する意思があるっていう風にこちらからも判断しやすいですね今回は光学塾のセールスですよっていうのうサムネイルで再生数がガクンと落ちるってことはあ多くの人が私からのセールスを求めてないんだなっていう風に認識できますんで無料コンテンツのねちょっとこう工夫をしていかないとなっていうことになると思うんですよ、えー、いろいろと申し上げましたけども商売っていうのは集客がものすごくね 大事で、集客によって多くの人が挫折します。逆に言うと、集客がうまくいっていれば、挫折せずに済むんですよね。ですんで、集客に対しては、日々、日々ですよ、本当に。毎日積み重ねていかなくてはならないので、商品を売りたい時だけで、いきなり口足を出すとかね、商品を売りたくなったから急に目の前に現れるっていうところではなくて、普段からあ、いつもの人になっておくことが大事なんじゃないかなと思いますよね。近くの飲食店でもね、ほぼ毎日開けてると思うんで。だからこそ、年に1回ぐらい行こうかなって気持ちになる人が、 大体いい300人とか500人とかいて毎日そのお店を埋めるってことになりますんでね、えー。じゃあ、今回のメッセージは以上でございます。これからもよろしくお願いします。